勇者部占いの館。ちょっと若返りました。あれ300年こちらはラジオ勇者部活動報告のコーナーです。このコーナーではあなたのお悩みを募集します。この報告方法を占いが得意な月ちゃんのように私たち3人が勇者部特製カードを使って占います。セクシーって書かれてますよ。ありがとう。祈りの歌はすごい良かったんですけどね。ということでですね、ああいただいた、するなの、最近ちょっと老眼になってきちゃって老眼、まあ、300年目もですからね。ドライアイを心から直したい部員からいただきました。ありがとうございます。出井さん、内山さん、黒沢さん、こんにちは。僕はよく道に迷ってしまうのですが、どうすれば自分の勘が当たるようになりますか。勇者のお三方の知恵をお借りして知りたいです。どうぞ。いただきました。それではあなたの運命のカードを決定します。迷うことを困ってあなたのどんどん人です。弱いです。弱いです。道に迷うタイプです。迷うタイプです。私も比較的に、そうですね。でも私はテレポーテーションが使えるので。さすが300年目だ。すごい。だってこの間あのピースライブの時、横浜アリーナに私と友よちゃんで向かったら、私完全に逆方向向かってて、お姉ちゃん逆っつって定価友よちゃんに連れてってもらいましたからね。そうね、そんなこともあったのかもしれないわね。300年経ったから忘れちゃったんだと思う。なんか昔の記憶なんだと思います。あ、そっか。運命のカードはおう、ラジオ。はい、ということでこのカードを使って解決方法を考えたいと思います。はい、どうでしょう。おう、ラジオ。だからラジオを聞けってことじゃないの。ラジオを聞きながら歩けばいいっていう。ラジオを聞きながら歩けば、それはなぜ。だからラジオを聞くと、特にこの番組を聞くと、うちらはだいたいなぜばたいてなんとかなるって言ってるから、それでなんか、あ、なんとかなるってなるんじゃない。なぜばたいてなんとかなってなるんだと思うよ。だから多分それでいけるよ。なるほど。だから5か条をね、5か条ラジオ聞きながら、うん、なるほど、なるほど。ということで、決まっちゃった、決まっちゃった。闇解決。闇解決じゃないわよ。何を言ってるの、バーテンクスピー。最初からこんな感じよね。そうよ。こじつけてるだけよね。ということで。ざわついてるわ。ドライアイスを。ドライアイス。ドライアイス。あ、ドライアイス。ドライアイだよ。ドライアイ。やばい、楽しい。ドライアイを心から直したい部員さんは、結城優菜は勇者である勇者部活動報告を聞くことで、勇者部五箇条を身に染み込ませ、それによって。解決すると思います。行くわよ。あなたたち、はいはい、友よさん、信じるか信じないかはあなた次第、ということで、勇者部占いの館、本日をもって閉館とさせていただくことになりました。もう一つやるってあれ、若返りましたね今。18歳になりました今。じゃあ富山さん、お願いいたします。はい、じゃあ疲れたので演出してみます。あ、キサラギ、キサラ部員からいただきました。ありがとうございます。ネオ、ネオじゃないけど。勇者部の皆さん、こんにちは。こんにちは。彩色兼備の僕にも、最初兼備なのね。最初兼備な僕にも実は一つだけ苦手なことがあります。何かな。それは健康管理です。最初兼備なんじゃないじゃん。そもそもね、根本的なやつじゃん。はい、そうで置いといて、あれですね、飲み会や遊びに行っては体調を崩し、体を休ませたらまた遊びに行く毎日生活。自分でも悪いとは思ってるのですが、付き合いなどもありなかなか断れません。黒沢さん、どうしたらいいですか。うん、あ、え、
飲み会遊びに行って体調崩したことあります？ない。私ないかな。あ、私昔ある。本当ね。どんな風に？私タイ料理のお店に連れてっていただいた時にあまりに辛いものの連続でトイレから出られなくなりました。お前！今までなるべく叫ばないようにしたけどな。分かった分かった。私起きたらいい話。誰もトイレで何をしてとか言ってないだろ。出られなくなったって言っただけ。で言ってないのにね。じゃあ私もトイレから出られなくなった話するね。いやそれでそれでまあなんかフェアみたいに思うのお前。先に出された方の気持ち。声優さんの友達なんだけど、うん、3人でご飯を食べに行ったの。そしたら、なんか分かんないけど、辛い、多分それも辛いものなんだけど、3人してお腹壊して、翌日朝からみんな同じ現場だったんだけど、ノイズがすごかったの。お腹の音ってこと？お腹の音、すごいみんなお腹痛い。それ大変だ。そうっていう話が、なんでそんな本気で心配されたら。汚な、汚な、汚な。え、でも私あれですね、フェスに行った時に日焼けしすぎて、もう体中の皮がむけて具合が悪くなったこともあるな。あ、ごめん、ちょっとこっちやろうよ。あ、これあれじゃん、普通の手帳じゃん。あ、そうそうそう、カード引くんだよ。じゃあカード引くね。うん、はい。あ、ゆみさんどれがいい？じゃあね、これ、はい、読んで。え、あなたの運命のカードはこちら、勇者パンチ。はい、ということで、これもう、これはもういけますよ。え、これどういうこと？これはですね、じゃあこうですよ。え？俺頑張れ。え、アグレッシブだな。うん、俺いける。俺いけるか。私あれかと思いました。誘ってくる人。それ勇者じゃないじゃん。勇者は人のためになることを勇んでやる。パンチ何を言ってるんですか、バーデックス。何を言ってるんですか。勇者パンチ。勇者パンチ。これでトイレから出られるそうです。信じるか信じないかは。信じないでしょう。ほらピロリリンってならなかったじゃん。閉館なのにこれで。最後これで閉館なのに。閉館。若干白目だった。ということで自分の方を勇者パンチで殴って気合を入れれば大丈夫。信じるか信じないかはあなた次第。これで250年続いた占いの館も最後の営業になりました。最後これなんですね。長年愛し続けた皆さん、愛し続けてくださった皆様、本当にどうもありがとう。これからも私のこと忘れないでね。300年目の友達はどこに行かれちゃうんですか。私はパナマ沖に帰るわ。パナマ、パナマ沖からいらしてたんですか。あの雲の上に住んでるの。じゃあいつでも空から見下ろしてくれてるっていう。いつでもあなた方を見守っているわ。わかりました。信じるか信じないかはあなた次第。以上、勇者部占いの館でした。